ああ、なるほど。なるほど。あ、これ使ってもらえれば大丈夫。は丸山すみなさんのライブとなります。丸山さんについては皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、改めてご紹介します。丸山さんは中学生時代に数々のオーディション、そして大会に出場し優勝、そして2017年にはミュージックステーション番組史上初のオーディション企画 M ステの怪談ウルトラに出場し優勝して、アマチュア初ミュージックステーションのウルトラフェス2017に出演されました。そして路上ライブの様子がたびたび SNS で話題を呼んで、今年10月29日には横浜赤レンガ倉庫にて単独ライブが予定されています。ステージ横のですね、物販スペースで、そのチケットをこの後販売しますので、ぜひ皆さんお立ち寄りください。はい、そして丸山さんのライブに限ってはですね、撮影 OK です。録画も OK なので、ぜひ皆さんスマートフォンだったり、ビデオだったりカメラだったり回してお楽しみいただければと思います。では時間20分になりました。お呼びしたいと思います。丸山すみなさん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、丸山すみなです。よろしくお願いします。
プリプリで美味しかったです。ありがとうございます。まあ、さっきも言ってくださったんですけど、10月29日横浜の赤レンガ倉庫で単独ライブをするので、よかったら今日チケット持ってきてるので、今日いいなと思ってくださった方とかぜひ来てください。お願いします。あと一曲カバーを歌わせていただきたいと思います。あいみょんさんの愛の花という曲です。聴いてください。
させていただきます。私が高校生の時に上京したんですけど、その時作ったこの街という曲を歌います。聴いてください。この街に来てから一人が多くなった。ビルの間、人混みの中、
妬み苦しみも同じだけがそれ以上が今日も甘すぎるコーヒーを飲んで寂しさを紛らわすドラマみたいな世界だ。では最後の曲です。一番新しい曲、新曲のカタカナで失恋歌という恋愛ソング歌います。今日はありがとうございました。この後もいっぱい美味しいもの食べて楽しんでください。
僕は仕上げの失恋はせまだ君見つめて回ってます。あーこんな失恋か巷で流行りの失恋か身にしみる日が来てしまった。まだ君を思って歌ってます。まだ君を忘れられない はい、丸山さんありがとうございました。もう本当いつまでもね聞いていたくなるような透き通った歌声、本当にありがとうございました。ご紹介しましたけれども、あのステージの横の物販スペースで10月29日のチケットの販売をしていますので、ぜひ皆さんそちらも足を運んでいただければと思います。はい、丸山さんありがとうございました。